ございます。今日は爆食の次の日で調整食をしようと思ったんですけど、全然お腹空いちゃうし、ちょっと残ってるパンとかがあるからめっちゃ食べたくて食べちゃう日です。じゃん。もうめっちゃ美味しそうすぎてさ、やっぱダイエットなんてできない。ちなみにさっきね、ご飯食べたところ、さっきは酵素玄米に鮭食べました。うん、うん、うまい。ちぎりパンってなんでこんな美味しいんだろう。生理前だからニキビできちゃいました。ダメ。あと大好きなもっちり粒あんドーナツ4個買い占めてきたの、うん、安定、うまっ。なんでこんな美味しいんだろうこれ。セブンに売ってるのでぜひ。なんでこんなに美味しいんだろう。不思議。あんドーナツ界の中で一番美味しい。パン屋さんとかよりも美味しい。今日から山田くんとレベル999の恋をするっていうアニメを見始めました。元彼を見返す努力ってさ、めっちゃさ見返したくてしようと思うけどさ、結構マジで虚しいよね後から考えると。元彼のためってなるとめっちゃ虚しい。ゴールが、ごちそうさまでした。夜ご飯です。明太マヨのスパゲッティ大盛りと焦がしチーズカルボナーラです。ごめんなさい、顔が本当にむくみまくってるし、ドスッピンだし、リップしか塗ってないですけど、ごめんなさい、ブサイク許して。こんなに食ってるし。でもなんか割と結構なんか昨日の自分から比べると控えめなご飯な気がするんですけど、いただきます。さっきさ、もう体が痛すぎて首と背中の配布を行ってきました。それはね、なんか結構定期的に行ってるんですけど、やばい。見る？じゃん、うまそうすぎない？で、あとね、もう本当に体が痛すぎてそれでもダメだったから仕事終わりにアロママッサージに行ってきて、今の時間が22時51分。昨日の爆食に引き続き今日の食事をお届けしてます。うまっ。こちら明太パスタの大盛りです。うん、うん、うまっ。なんかさ、明太クリームパスタがやっぱパスタ界の中で一番好きかも。カルボナーラもね好きなんだけどね、
やっぱ明太子かな。でもなんかね、サイゼ行ったらイカスミが、イカスミ食べたくなる。うん、うん、うますぎ。幸せなんだけど、最近のさ幸せって本当に食べることしかないわ。悲しい、悲しいよ。こちらいただきます。焦がしチーズカルボナーラみたいな。最近本当にね、ダメだね。うますぎ、うますぎよ。なんだこれ。てかさ、今日の動画マジでブスすぎてやばい。ほんとごめん、マジでごめんなさい。メイクするね、気力がなかった。今日はもうね、もともと顔がさむくみすぎてさ終わってたから、メイクする気がなくてすいません。うん、うん、ふん、味濃、うま。昨日久々に56キロっていう久々な体重を見ました。やばいよこれ。みんな食べてみて。セブンです。カルボナーラだけでも美味しいのにさ、チーズ入っちゃってるよ。しかも焦がしチーズだよ。ポップアップも1週間前ぐらいに名古屋東京で終わって、なんかそれに向かって頑張ってたから、いろいろと自分を甘やかし続けて燃え尽きました。ポップアップに向けて燃え尽きた。今日そのハイフのお姉さんに、なんか最近食生活めっちゃ荒れてませんかって言われて、なんでわかんのって思ったら、なんか肝臓がめちゃくちゃ腫れてますとか言われて、でなんか胃もめっちゃ腫れてますよって言われて、やばってなった。やばいかも。絶対的にさ、一口がでかすぎるよな。うん、もうなくなっちゃうもん。早っ。大盛りのはずなんだが、早い。ラスト、ラストです。うん、うん、ふん、完食。いやー、どっちも好きだけど、あ、今後どっち買うかって言ったらこっちかもしれない。好きなものを残すタイプです。うん、味濃。あんまりコンビニのパスタとか食べたことないから、なんか幸せ。やばい、これうますぎる。これに関しては本当に飲み物。今日だいぶ控えめなさ、夜ご飯だと思うんだけど。撮るの忘れたけど、さっきめっちゃお菓子食べちゃった。ポップアップでもらったお菓子がね、いっぱいあるのでね、それをね、ちょこちょこ食べちゃってます。うん。はい。完食しました。はぁ。やばい、足りない。足りないです。全然まだ食べれるけど、733キロカロリー、えぐ。明太パスタとかもっとじゃない、大盛りだし。あ、でもどうだろう、入ってるものが違うからな。なんか甘いの食べたいんだけど、昨日全部食べちゃったんだよね。今冷蔵庫を見たんですけど、アイスの気分じゃないし、なんかね、私のね、好き、食べたいものがもう完全に今ね、完全にドーナツなの。ドーナツなんだけど、朝あんドーナツ食べちゃったし、もうスタバもやってないから、チョコがあったと思って。これね、ポップアップでいただいたチョコです。ありがとうございます。美味しそう。いただきます。絶対うまいじゃん。かわいい。ん？うん、うん、うん。この赤いのはラズベリーな気がする。この子はホワイトチョコだね。この子がいい。じゃん。
うん、うん、うん、うまっ、うまっ。私チョコはね、最近本当にゆっくり食べるタイプだから、ゆっくり大切に食べます。もう今もう完全にドーナツかパン。もっとパン買ってくればよかったね。あの歩いてコンビニに行くっていう、そんなめんどくさいことしたくないんですよ。本当にね、家から出たくないタイプだから。最近ね、ピーちゃんをセルフカットしたの。ピーちゃんおいで、ピーちゃんおいで、こっち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 、ご飯のとこ行かないの、こっち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 。セルフカットしたピーちゃんを見せたくて。ほら、そう、ボコボコになっちゃったんだけど、やっぱセルフカットだから。でもね、ピーちゃんが熱くないようにね、お顔ももうちょっと切ってあげたいの。この辺とかさ、なんかさ、なんかねえ、やだ、可愛すぎて無理。おデブちゃんだね、一緒だね、可愛い。でかすぎん？君でかすぎないか？そんな君に昨日引っかかると、やばくない？セルフカットしてたらめっちゃ引っかかれて。やっぱな、完全に今の気分ドーナツだわ。ダメだな。本当にね、我慢できなくなったらコンビニに行きます。はい、こんなにね、ゆるい動画を見てくれてありがとうございます。ではまた。体重計乗りまーす。キャー、やばい、 57.1キロ。こんな数字初めて見ました。やばすぎる、こんな数字初めて見ました。さあ、明日からダイエット頑張ります。